どうもレモンスティーラーでーす。いやー、トゥエさんできましたよ、ついに。できましたねー。アメコさんとのコラボドリンク、いやー、いい色だ。いいですね。いいですよね。夏っぽくて。夏っぽい。爽やかな見た目でございます。見た目ですね。なんかそれぞれのチームのね、はい、カラーがね、カラー、テーマカラーになってドリンクが。ということで、我々レモンスティーラー、はい、このドリンク。ドリンクができまして、できた。しかも当日これ買っていただくと、なんとこのステッカーが配られるというか、いただけるということで、いやーめっちゃいいっすね。携帯とかね、そうですね、これはコンプリートしたくなっちゃいますね。いや間違いないですね。お疲れ様です。じゃあ早速いただきます。いただきたいと思います。うん、あうまっ、あうまっ、ま普通にうまっ、普通にうまっ。炭酸、はい、あの4つ共通として、あの炭酸のドリンクレモンスティラーさんはレモネードとコーヒーを、コーヒー、レモネードとコーヒーが入ってる。ナイスコーヒーが、でゼリーが、はい、レモンの柑橘系のゼリーが入ってると。これはミントですか、キャラクターの上に、はい、これをイメージしてくれたんだ。ありがとうございます。忠実に再現されてますね、ね、キャラクターの。これ海で飲みたいですね。あ、海で飲みたい。これめちゃくちゃうまいかも。うん、ゼリーも入ってて爽やか、すっげー飲みやすい。うん、コーヒーが入ってるっていう感じしないけど、うん、さりげなく、こんなに合うもんなんですね、コーヒーと、ね、レモネードは。うわー、いいですか。まずでもこの色がいいですね。この2色あって、まずこれで楽しめちゃうみたいな。ここだけを飲んだらレモンだけを楽しめたりもするし、同時に飲むのもありですね。そうそうそう、ぐわーっていきます。おー、おうまい。あ、美味しいわ。うん、うまい。あ、ゼリー、ゼリー入ってますね。ゼリーだ。ブラック好きの俺からしたら、ちょっと苦味と酸味が、なんかレモンだけじゃない酸味がやっぱコーヒーの。確かにちょっと似合いますね、ゆうたくん。確かにこれ似合う、合うかもしれない。うまい。あ、うまい。すっきり甘さと酸味と苦味のバランスが。確かにコーヒーとね、マッチ。すごいですね。レモンスカッシュとコーヒーを合わせようと思ったの、ただ天才ですね。うん、かわいい。あ、すごい。これこの時期に合いますね、暑い時期に、ね、コーヒーも飲みたいけどちょっと暑いからこういうさっぱりさっぱり系飲みたいみたいな欲張りな方におすすめです。いい、ね、確かに欲張りな方、はい、そこにいるんじゃないですか。全部スティールしていきたい方。欲張りですね。これ爆売れ間違いなしですね。なのでこれ、あのちょっと欲張りの皆さん、ちょっともうこれ飲むしかないと思うんで、これが一番売れたら、うん、トライアスロンします。します、はい。一番売れたんですけど、ね、バスケ部の配信としてこれは、はい、合宿でライブ配信でトライアスロンします。これはやだ。あります。いっぱい飲んでください。これがもし売れたらもうできないことないです。できないことないです。もしとかじゃないから、何でもできる。一番売れるから、一番売れるの確定だから、もうトライアスロンも確定な気持ちでいきます。確かに、ちょっと準備してきます。はい、それぐらいも夏にぴったり、ぜひ飲んでください。あなたの夏のお供に、レッツスティーラー。スティーラー、ユージーズ。あら、ありがとうございます。真っ赤な、これは何系ですか。ラズベリー。ラズベリー、うん、うん。あ、結構甘い。ちょっと大人っすね、俺これ、うん、フルーツの甘みは好きな方は結構好きかも。結構甘みが強い感じがします、うん、しっかりとこう、うん、ラズベリーの味が、味が効いてて、その後にシュワシュワという爽やかさが。やっぱ炭酸いいっすね、うん、うわ、いい匂い。これじゃあ、リュウジーズ、リュウジーズ。うん、大人。なるほどね、はい、はい、バランスがいいですね。あ、うん、あ、これもいいな。後味すごい、うん、エスペランサいきますか。キウイライムソーダ。キウイライムソーダ、手強いですね、これは。これ美味しそうですね。これ手強いですね。これうまそうだな。これ見るからに結構めっちゃ引き込まれる色してんだよな、うん、それではキウイの酸味とライムの酸味、うん、これお酒になっても美味しいですね。確かに、これは全部飲んでほしいな。あ、これ匂い好きだわ。これがエスペランザ。エスペランザ、うん、うまいです。うまいです。まあうまい、うん、キウイって感じ。
これですよ。いや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 、これちょっとずるくないっすか。これはフルスイングクラブ。クラブ、ちょっと、うわ、これ絶対美味しいもん。これアイス。アイスですね。アイスクリームが入って、しかもこれラムネが。はい。ラムネ、これお子さんに刺さっちゃうじゃないですか。刺さっちゃうっすよ。なんかアメリカのお菓子みたいな味する。もう本当アメリカのクリームソーダ。うん。アクセント。あ、ココナッツか。この香りはアイスクリームがね、いい感じ。これは誰でも好きっていうか、うん、バニラアイス乗せるのいいなあ。これアイスがあるの結構いいなあ。海、マジ海見えた。うん、一瞬で。確かに。うわ、海行きたい。え、どこの海だ。それ千葉。千葉千葉なんや。相場海外じゃないですか。鴨川。鴨川なんですか。めっちゃパチパチっての聞こえますね。うん、これ大好き、このパチパチ。果たしてどれが一番売れるのか、好みが全然違う気が。戻ってきちゃうな、やっぱり。甘いの好きな方はね、この2つ結構僕はいいんじゃないですか。ライムとやっぱりレモンは、そうですね、大人な感じするな。コーヒーがすげえやっぱり、うるさくないのにしっかりと残るから香りがね、なんかすげえ美味しいですね。グイグイいっちゃうのはこっちだな、全部好きだな。全部違うんですよね、主張がしっかりと。そうそう、いや、これ選んでほしいですね。そうですね、何が好きだったか全チーム飲んでいただいて、うん、まあ、あとは友達とみんなで買い合いっこして、ちょっとシェアして、ちょっと飲んでもらって、うん、っていうのすげえいいかもしれないですね。うまい、うまいな、レモン。結果レモンうまい。そのバランスがすごい。確かにバランスめちゃくちゃいいですね。そのレモンとコーヒーのジュース感も大事。俺結構好きです、ね。うん、皆さんぜひ飲んでください。4日間だけなのでぜひ足を運んでいただけると嬉しいです。お願いします。お願いします。絶対飲んでください。店頭でもそうですね。はい、あの見に来る方もぜひ。あ、そうか。お願いします。お願いします。当日はララアリーナの会場でもね、販売するということなので、はい、皆さんぜひぜひ楽しみにね、チェックしていただいて、はい、まあ競技もそうですけども、イベント自体も、それぞれの部活からメンバーがいろんな種目で汗をかくと。汗をかくと我々もね、ちょっと頑張っていきたい。頑張っていきたいですね。はい、思いますね。皆さんぜひ、まあ本当に暑いので皆さんしっかりドリンクね、せいせい水分をこまめにとっていただいて、はい、本日応援よろしくお願いします。